広めていかなあかんなと思ったし。もう雪が降ってる、すごい、もう左右入り乱れてるわすごい雪いっぱい、ありがとうございます。おー、まだまだまだ行くか、まあまだ行くか、すごい冬仕様。うんね、悔しいね。うん、悔しいけど次こそはそうなんよ。7期生の中で一番好きです。わあ、ありがとうございます。ありがとうございます。花粉症でね、わかんない、ちょっとくしゃみが。雪よけない、ほんまや。でも上おったら大丈夫。あ、ちょっとフレームアウトしちゃう悔しい。うん、でもまあまあまあ、まだチャンスはあるから、そうはね、簡単に諦めちゃダメなんですよ。でね、若菜の目になんかついてるんですよね。取れへん。あ、この前からも褒めたり始めたよ。同じ名前の方ですよね。漢字も石やったっけ、ちゃうかったっけ。ありがとう、嬉しい。ごめんなさい、鼻かきますうん。いえいえ、投票パチッ感じました。投票しかできないけど、逆に投票してくださることがほんまにありがとうございます。ほんまにありがとうございます。あ、ほんま、このナンバトルでバカニャンのこと好きになりました。ほんま、ありがとうございます。嬉しい、見つけてくださって。全然モバメ取ったら認知してくれる。今若菜がじゃあ名前覚えたらいいんですよ。でもモバメ取ってくださるんですか、ですか若菜のモバメは大抵ご飯の話ですよ。そんなこともないけどうん、メイポンさんね、覚えました。今日髪切ってきたん、若菜ぐらいに、これぐらい、ちょっとごめんなさい、セットしてないですこっちは。うん、ほっといてください。伸びてきたやろ、わかんのも。あ、自分ももばめ取りました。ゆうらいさん知ってますよ、ありがとうございます。わあ、なんかね、あのナンバトル期間でこの若菜のことを公園とかで見つけてくださったり、いろいろ犬が吠えてるね配信とか、ナンバトルでの配信でも若菜のこと知ってくださった方がたくさん増えてありがたいです。ほんまにありがとうございますうん、そんな皆さんも無理しやん程度に頑張るねって言ってくださるのはほんまに嬉しいです。若菜ありがとうございますごめんなさい、鼻かきますおっと、コメントが追いつかないよそう、ね、明日は2月22日でニャンニャンニャン、ニャンニャンニャンで若菜の日なんですよ。勝手にすいません、若菜の日にしてニャンニャンニャン、ショールーム配信明日できたらいいなって思うけど、できるかな、どうやろう、んー、ちょっと待ってや、できるかな、やりたいね、2月22日せっかくやから。またやれるとき入れますね、スケジュールかなんかにコメント追いつかへんときってどうするんですか。ちょっとわかんない、読むの遅いんですよ。あ、目が綺麗やなって気になってました。目、あら、どうも目だけですか、寂しいやん。にゃーん、ぽんちゃん、あ、返事してくれんかと。1ヶ月前くらいからこっそりもばめとってるゆうすけさん、ありがとうございます
あら、ニャンメール取ってから人生右肩上がりです。おお、いい感じですよ。右肩上がりってどういうことやろ。そうなんよ、明日は2月22日なんですよ。あ、こんばんは、かにゃん。配信が追いつかないで。なんか大事なことを伝えようと今日は配信しようとしたんですけど、思い出したら言いますね、大事なことを。わかにゃんに会いに劇場行きたいんだよ。そうですね、あの来れる距離ならね。でもなかなか当たらなかったりもしますもんね。いつでもあの私はおるんで、ここに機会があればね、会いましょう会いましょう。あ、ニャンメール取りました、ありがとうございます。嬉しい。お、うわうわうわ、若ちゃん。若菜のこと若ちゃんって呼んでるの。福袋今日届きました。あ、若菜のお母さんも若菜の福袋、あの NMB48 でお正月の福袋を売ってたんですけど、まだ売ってるか分かんないです。売ってたんですけど、それお母さんが買ってて、若菜の福袋届いて、あのうち飾ってます。なんで買ってんって思うんですけど、欲しかったみたいです。ね、4クール目やっけ、投票は。今何クール目、4クール目の投票はいつからでしたっけ。明日だっけね。あら、へー、かりんさんに7期生で若におすすめされました。そうなん、あれ、かりんちゃんってかりんさんですよね。小島かりんさんで合ってますよね。合ってますよね。そうなん、なんか嬉しい、恥ずかしい。恥ずかしいやん。あー、こないだスケッチブック持ってました。公園来てくださってましたか、左の方いましたか。あ、もうちゃうかったら叩いてください、若菜のこと。ピオラなんすけど、たまに来ていいですか。あ、全然いいですよ、たまに。なん、毎回ではなくて。いいですよ、全然、暇な時に全然来てください。ありがとう。今日何時まで、ボンちゃん。あ、そう、見て、若菜の時計復活してん、なんかあった。今日は10時前ダンスの練習もしたくて、寒っ。あら、今日も一日若菜のこと考えてた。まあいいでしょう、今日は日曜日やからね、お仕事とか学校ない限りは全然いいと思います。ずっと一日若菜のこと考えてたの。ずっと家におったの。え、福袋、え、ちょっと待って、福袋の生写真、マイティの直筆サインですか、入ってたけど、どうしたら。すごい、おめでとうございます。でも若菜推しですもんね。すごい、マイティに報告しときますね。お家で飾ってあげてください。マイティはね、あれが好きなんですよ、なんだっけな、あのちょっと待ってね、焼けかまぼこ、この細長い棒みたいなやつが好きやね、マイティは。前髪整えさせていただきます、すいません、ほんまにもうすいません。焼きかまぼこが好きですよ、マイティは。あの焼きかまぼことマイティの名も、そのサイン入りの生写真飾っといてくださいね。マイティもきっと喜ぶと思います。今日月曜日、明日月曜日だもんね。まあでもお豆取ってないので取りますね、ほんまに。じゃあ待ってますね、ニックネーム入れてほしいです、それやったら待ってますね、わかんな。
あ、待って、コメントがもっと追いつかないぞ。これはなんで今日こんなに物遅いやろ。わかな、わかなのイントネーションが気になってきました。これよくいじられます、愛かとか特に。わかなじゃなくてわかななんですよこの子って。変、そんな変かな。なんでこんな今日コメント読むの遅いやろ、わかな。あ、毎回来てくれるんですね、やすさんですね。よっしゃ、名前覚えたで、これは。毎回来てくれへんかったらゆんなにチクります。嘘です。嘘ですよ、全然ビビらんといてください。あ、はい、あ、どんぶらこなんですが、たまに来てもいいですか。そうか、桃かおしなんやな、いいよ。いいよ、たまにね。もうなんでこんな、私も、あ、ドナキオーディション2時で落ちてたけど受けてたの。そうなんですね。じゃあもしかして8期生とか他の違うなんか関わるオーディションとかあったら受けるつもりとか予定とかやったら一緒に頑張りましょうね。若菜はあのいろいろ頑張るので、はい、頑張ってください。あのね、頑張ってる人に頑張ってくださいって良くないと思うんですよね。なんて言うんやろう、一緒に、だから一緒に頑張りましょうね。一緒にね、一緒に。うん、追いつかないぞ。今日は一日中若菜にあの自己紹介を口ずさんでました。暇やった。そんな若菜の自己紹介言う、あの、えあなたのハートに猫パンチって、にゃんにゃん若菜にゃんにゃんって恥ずかしいやろ言うの。若菜もちょっと慣れへんもん、未だに。お、今日言っててな、いいと思います。あれ、マイティの好み言ったらちょっとあかんかった。全然いいよね。焼きかま、わかる？お菓子の。あ、3月になった瞬間、わかにゃんのモバメ撮るからね。いつでもいいよ。じゃあわかった。3月になった瞬間撮るんやったら、3月1日にめっちゃ面白いモバメ送るね。ハードル上げてもうた、自分で。あ、若菜のイントネーションに惚れたんや。そうなん、嬉しい。惚れてんて、やった、一目惚れやな、知らんけど。あ、あ、これコメントさ、追いつかんかっても怒らんといてくださいね、ゆっくり読みたいです。あ、え、アバターを若菜仕様にしました。ほんまや、なんで猫やん、猫、キツネ、猫か、さあどっち。かわいいな、今日はまた、今日はって言ってた、いつもかわいいよ、今日は一層かわいいです。かわいいな、あ、あなんでこんな追いつかんねやろ今日、ちょっと急げ急げ。あら、あ、若菜に押すことに人生注ぐ、そうなん、嬉しい。じゃあもしあのお話し会とか、もしあの握手会もうあの再開されたら会いに来てね、いろいろ話しましょう、ほんまに。岡山県だよ、そうなのね。唇のほくろが好きで、あら、久しぶりに言われた、これですね。なんか恥ずかしいです。ありがとうございます。え、お、全然にゃんにゃんって言っていいんですか。いいよいいよいいよ、全然言ってくださって大丈夫やけど、恥ずかしくないですか。わかんのは恥ずかしいです、ちょっとだけ、ちょっとだけね。
そう、そうや、若菜は、あーでも今これを話すとせっかくの皆さんがコメントくださってるのが読めなくなっちゃって、頑張って追いつきますね。あ、テスト期間だけど配信見てる私、頑張ってテスト。いや若菜も課題今必死にやってるねん、さっきもやったとこ、頑張ってな、な、一緒に頑張るな。吠えないで、吠えないでよ、吠えといてよ、頼む。ナンバトルの配信見てたからそのまま見に来ました。若菜も見てたよ、面白かったね。やっぱクイズって楽しいですよね、見るだけで楽しい。やるのはちょっと無理です、私は。賢くないんでそんなに。うん、追いつかへん。今日で国家試験終わったからこれからショールームゆっくり見れる。おお、お疲れ様です。賢いんですか、ですよね。じゃあ国家試験って、うわー、えらい、すごい、よう頑張りましたね。すごい。うん、ファン投票2位おめでとうございます。ありがとうございます。いやもうこっちがありがとうございます、で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 す。うん、追いつか、お、よっしゃ、追いついた。よかった。ね、そう、とりあえず話しましょう。コメント追いついて、マイ公演、ナンバトルの舞う方のマイ公演、3クール目、ありがとうございました。飛んでる、ありがとうございました、ほんまに。公演見に来てくださった方も、その DMM 配信見てくださった方もほんまにありがとうございました。なんかね、その若菜の手応え、私の手応えの話なんですけど、この3クール目で一番ダンス曲、セットリストは言っていいんかな、ちょっとそこのところは私はブッブッブッちょっと怖いんで言えないんですけど、ダンス曲が下手ながらもうまく踊れてないんやと思うんですけど、めっちゃなんかね踊ってて楽しかったし、なんか気持ちよかったです、踊ってて。うん、見とけよ、もう本見とけよって気持ちでやってました。オラオラあ、ほんまですか。うんうん、でもまだまだ若菜は身長が低いから、手足も全部伸びきってるわけ、伸びのないもんな、このここ肩甲骨から手を伸ばせって言われました。うん、なんやろ、でもうん、なんかね、3クール目の公演前のリハーサルが、まあ、あったんですけど、数日間そのリハーサルのいつか忘れちゃったんですけど、ダンスの先生が来てて、のダンスの先生になんか若菜愛川って呼ばれて、なんかしたっけ、もう怒られんのと思って、なんかもうしてないしと思って、なんかいろいろ怒られる話じゃなかったんですけど、なんかどうって聞かれて、どうってどういう意味なのと思って、どうって言ってたら、なんかキュンマートはその他のグループに比べて規制、何規制とかの規制が一番バラバラで、やし、いろんな部類っていうんですか、MC とかやったりダンスとかやったりお笑いとかやったり、いろいろなところに特化した人たちが、先輩方が集まってるから、キュンマートもキュンマート朝やから、いろいろ吸収もっとしやって言っていただいて、もっと吸収できると思うからって言っていただいて、で
なんか自分が変わったと思うみたいなこと聞かれて、うんで首かしげてたら、いや変化したと思うよって言っていただきて、なんかでも進化はまだやって言われて、変化して変化して変化した先に進化があるから、もっとこれから変化して変化して いけよって言っていただいて、あーなるほどねって、ほんまになるほどねって思ってますよほんまですよ、これ心からのなるほどねが出たんですよ。あーってその時あーってなって、でも変化してるって言っていただきて、ダンスの先生になんか今まで褒められた覚えがなかったから、なんか嬉しかったただただ嬉しかった、うん、なんか怒られると思ったから怖かった、なんかしたかなって怖かったっていう話です。話すのが下手くそですみません。ただただその嬉しかったっていう話と、なるほどね、進化した先に変化がある、じゃ変化した先に進化がね、もっと若菜もいろいろ学べること、もっと盗んでいこうって思いました。はいコメントが追いつかないんです。そう、ほんまに嬉しかった、初めて褒められたと思う、褒められたことなかったんです。褒められたとはちょっと違うけど、なんかプラスなことっていうんですか、ポジティブ、ポジティブ系の嬉しいことを言ってくださったので、もう嬉しかった、今まで分かった、嬉しかった、顎がかゆい、はいそう、どんどん先輩方から盗ませていただきますそう、いっぱいいっぱい、表情もやけど、うん、いろいろでも若菜は、うん、もっと、うん、もっと頑張らなねえ、まだ歌も若菜そんなに上手い方じゃないし、ダンスも全然やから、そのすぐに上手くなるのは無理やからっていうのも分かってて、時間かけて上手くなるものやと思うんですよ。だからすぐにできることって何やろうっていろいろ考えてて、それは企業秘密で企業秘密でね、これはあはは、泥棒猫にならないとね、じゃあ猫泥棒ですよコメントが追いつかない、うんあ、そう、あの YNN さんで若ぽんさんとみかにゃんさんが、みかなさんと若ぽんさんがあのゲーム、DM 実況してたじゃないですか、なんだっけ、リトルナイトメア、あれわかんない、ゲーム実況 YouTube、 あの違う普通のゲーム実況されてる方のゲーム実況ずっと昔から見てて、あのゲーム大好きで、うわーしてはるやーと思って、なんか勝手に嬉しくなりました。話そらしちゃってごめんなさいいやほんまに嬉しかったんですよ、それ見た瞬間、うわー若菜の大好きなゲームしてはると思って、嬉しくなった魅力的ややって、なんか、ありがとうございます、嬉しいもっと大きい声で喋ります。リトルナイトメア、めっちゃ面白いですよ、めっちゃ面白いですよ、
で YouTube とかで調べてみてください。皆さん結構怖いやつですよ。面白いから調べてみてください。ほんまに面白いんです。でコメントが追いつかない。メイクのこだわりとかある？眉毛がちょっとだけここ薄いからいっぱいつけ足してます。こだわりだけ、それだけかな。そろそろ、まだ35分か。45分になったらランキング読みしますね。うん、キリいいしね。そうなんですよね。あ、取れた。そう、カワチミン。カワチミンって何？カワチミン。カワチミン。鼻かゆい。猫はどこ？猫はあの下の階にいますね。あ、こんばんは。初見さんこんばんは。カリンさんのおすすめなのでアイピとフーバちゃんには内緒でお願いします。うん、内緒にしておきます。ちょっとわからん、もう怖いので二人何言われるかわからん。冗談ですよ、二人とめっちゃ仲いいですよ。でも二人カリンさんのことになるともうすごいんですよ、二人カリンさんへの愛が。私ももちろんあのカリンさん好きですよ。でもそれ以上にもう恐ろしいくらいの愛が。嫉妬がすごいです。なんか内緒にします、私も怖いから。おばめとり始めたよ、ありがとうございます。名前ニックネームはこのままですか？あ、めっちゃ鼻かゆい。次のお話し会も撮りたい。おー、ぜひお話ししましょう。めっちゃ寒いな。課題したくないよ。提出しやなか。やるのかほんまに。あ、かわいいイコールかわちみんなん。かっこ僕よ。なるほどね。かわちみん。川道、川地民、上町、いや、ちゃうな、川道、川地民か、あーすいません。川地民、かわいいな。やだ、かわいい、あー、ありがとう、やだ。コメント読まれへんのは人増えてるから嬉しい部分もあって複雑わら。あーすいません、コメント読めなくて。今読んだよ。もっともっともっとなんかもっともっと若菜を褒めるコメント。カモンカモン、冗談です。ごめんなさい、若菜のゆっくりすぎてね、流れてっちゃうかもしれない。わ、免疫入った、ごめんなさい。あの一緒に唐揚げ食べましょうね。うう、痛いよ。若菜はこの後はダンスするので目が痛いです。なんでこんな目痛いの今日ね、マジで。フーは怖いよね。フーは別に怖くないけど、カリンちゃんめーあのフーアにカリンさんの話題振るとカリンさんの好きなところを死ぬあのもう100倍返しで好きなところ言ってくるので、あとあんま話題は振らないです。あれ、コメントこんな読むの遅かったんわかな。うわー、ごめんなさい。できるだけたくさん読みたいんですけど、
もっと早く喋ろう。早口、なんか特技は早口にしますね。はい。急げ急げ。あ、公園見に行ってワカニャン可愛すぎてもばめとったよ。ありがとう、ななみさんね。アイコンも可愛いし、クマさんやん。ありがとう。急いそ、急げ急げ。学年末やから星になっちゃってんのよ。星でも許される説。星ねえ、星玉になっちゃうもんね。ごめんなさい、もう眉毛の上が痒くなってきた。え、ほんまにね、課題一緒にやろうな。わあ、課題持ってきてよかったかも。次わかんないが課題困った時は課題配信しますね。すいません、絶対思んないもんね、課題配信ね。ちゃうって、バイト終わって疲れたにゃん。若にゃんが癒しだにゃん。あー嬉しい、ありがとうございます。でもね、あのね、あのこの前、あのももかが若にゃんのショールーム、あのあきさんいらっしゃバレてましたよ。ほんまに怒られるよ。怖いよ。でもありがとう、内緒ね、バレやんようにね。やだ、内緒の恋みたい、すいません。そう、ほんまに課題なんてなくらだらだらだら、課題嫌いです。賢くないので時間かかるんですよ。そう、後で練習する。わかんないね、ベッドが苦手で床に布団敷いて寝るんですよ。なんかベッド怖くて、ベッドがちょっと苦手で布団なんですよ、わかんない寝るときは。お母さんはベッドなのに。だからベッドじゃなくて布団を折りたたんで、ここに全身鏡置いてるんですよ、部屋に。だからそこでダンスするよ、あとでね。今日花粉すごいやんな、やっぱ人が増えたんちゃうかな、それもあるんですかね。わーい、わーい。ありがとうございます、嬉しい。なんかん、昨日からもうまめたよ、噛んじゃった。ありがとう。じゃあ今日のもばめはちょっと凝ったことかかったな。自らハードル上げちゃうからね。また楽しみにしててくださいね、後で送るね。僕猫語話せるんやけど、わかる？猫語話してみてください。ナンバトルのおかげで若にゃんに出会いました。わ、若にゃんもナンバトルのおかげで皆さんに知っていただけたので、もっともっと頑張りますね。ありがとうございます、嬉しい。なんでこんなに落ち着かないんだろうか。あら、お日さやって。 D の公園、 D キュンマートの公園楽しいね。ほんまに、あの私やってる側としてはもちろん、ほんまに やってたらそれはもちろん楽しいんですけど、見てるファンの方も楽しいって言っていただけるのめっちゃ嬉しいです。嬉しい、ありがとうございます、よかった。にゃいしょな、にゃいしょ、おもろいな。宿泊の時も床で寝るスタイルかな。あー、その旅行に行ってホテルに泊まるとかはもう仕方なくベッドです。でもベッド落ち着かないんですよね、なんかもぞもぞするから、なんかそういう時はもうなんか無心で寝ます。何も考えずに、早く寝よう、早く寝ようって。課題なんかノーサンキュー。うまいこと言った、座布団1枚、筋肉痛。
足もしびれてた。あとでこのニックネームでモバメ入り、あ、今入り若菜がモバメ送る前に入りせっかくやから入ったのに今日のモバメ届かんかって嫌やろ。入り今入りあ、若菜まだ10時前まで配信してるから入っておいで待ってるよ。で入り今後で届くからね。そう、モバメ取っていただいたらファン投票もできるんですよ実は。ええ、はいそう、ファン投票ができるんです。4クール目はみんな皆さんで1位を目指したいです。投票若菜もできることはします。もっと公演したい。若菜もまだ千秋楽なんて思ってないですからね。私まだキュンマートで公演する気満々ですからね、ほんまに大好きなんですよセットリストが。ほんまに声出やんぐらい大好きなんですよ。楽しくてただただ、あ、もちろんウィルビーアイドルも大好きなんですよ。ふわふわする感覚ありますよね。ふわふわ、おっと、これはいつの時のコメントだ。あー、追いつかないぞ。ふわふわするね、ふわ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 するね。あー、ベッドの話かすみません、はい、すみません。まだ閉店してないですよ、まだ開店中ですよ。45分になった。ブン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 、バイクがブンブンブン、バイクブン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 、すいません。46分、よし、あ、猫の毛。ランキング読みに行きましょう。ランキング変わったら私は全力で謝るので皆さんも許してください。読むの遅いこと勘弁です。いきます。13位、しんさん。しんさん、お、今日は白眼鏡、いつもありがとうございます。しんさん今日は白眼鏡か。なんかね、今時の眼鏡ってどんなんですか。丸眼鏡とか似合いそうですよね。わかんない、丸眼鏡好きです。買おうか悩んでるんですよ。お揃いにしましょうよっていうね。他のメガネ買いたい、目悪いから。しんさん13位です、いつもありがとうございます。12位、みんなの白米さん。わー、白米さん、ずっと思ってたこと言っていいですか。今度でいいんでみんなのオムライスにしてください。名前なんか美味しそうやから白米ケチャップライスでもいいですよ。はい、あ、チキンライスでもいいです。なんかライスがいいな焼きおにぎりでもいいです楽しみにしてます。1日考えてください。白米さんありがとうございます。12位です。11位、さんちゃん。うわー、若菜にもついにアットマークがチコイやって。わー、それは喜ぶべきなんですか。ちょっとわかんないんですけども、ガチコイありがとうございます。反応の仕方わからへんけど、そうなん、さんちゃんさん、若菜のこと好きなんですか。あ、笑ってごまかしたか。ありがとう。11位です。10位、みやこホワイトでにゃん。わー、かわいい、ホワイトでにゃん。みやこブルーさんじゃない今日は。若菜が今日青やからかな。え、何今日ブルーやからホワイト。なるほどね、合わせてきたのね。ホワイトでにゃん、にゃんつければいいと思ってますね。 OK です。みやこブルーさんいつもありがとうございます。10位です。9位、本日推しが1人減ったます。顎がかゆいし、ますって何ですか。マスオさんですか。顎がかゆいです。ま、すまで見えねんけど、マスオさんですか。
マスオさんですか？マスオさん？マスオさんですね。本日私が卒業したマスオ。そうなんですね。あ、ゆきつんさんのファンの方ですか？マスオさん、じゃあ若菜のこと好きなと、なんで若菜のこと好きで、ふぐたくん、マスオさんありがとうございます。いつも9位です。8位、あ、浦丸さん、あれや、あのバツ丸くんのめっちゃ可愛いですよね、アバター、覚えてる。浦丸さん、あれ、モバメ撮ってくださってませんでしたか？ちゃうっけ、ちゃうかったらごめんなさい、どついてください。いやーん、どついてくださいよ、ちゃうかったらやだ。でも浦丸さんありがとうございます。名前はバツ丸やから裏丸なんですか？そういうことなんですよね、多分きっと。そういうことしときましょう。裏丸さん撮ってんのでどつきません、やだー、ありがとう。ありがとうございます。7位、あ、ハルト、うーん、公演外れちゃったもんね。でもまだ機会はあるから大丈夫、若菜が勝てば公演できるから、勝とう、皆さんで勝ちましょう。いつもありがとうございます。ほんでさ、若菜のためにこの猫仕様にしてくださったんですよね、アバター。チュッキッ、かわいいアバター、ありがとうございます。にゃにゃーん。6位、カフェオレさん、あ、もっちゃん推しの人じゃなかった、合ってる、ユナやっけ、ももかやんな、ももか推しの方ですよね、ありがとうございました。いえいえ、ももかにはチクらないので大丈夫ですよ。若菜のショールームまた見に来てくださいね。カフェオレさんありがとうございます。6位です。あ、グーにしちゃった、あのマイクも疲れ、いつもグーにしちゃうんですよ。やだやだ。5位、松アットマーク香港さん、お、松さん、香港って今季節で言うと何なんでしょうか。なんか日本は冬やけど香港って季節って一緒ですか、日本と。そういうのも気になるんですよね。春とか、いや違うか、でもあったかいって言ってましたよね、この間。四季が気になるね、教えてください。またいつもありがとうございます、松さん。5位です。4位、鉄メガネアットマーク唐揚げマヨおじさん、お、順位が変わったの。読み直します。説明がねさん、唐揚げマヨシさん、ありがとうございます。いつもあのずっと唐揚げマヨシってつけてくださるから、アットマークの後にめっちゃ嬉しい。ずっとそのままで打ってくださいね、ありがとうございます。あの5位にポンさんが来ました。怒らんと言ってくださいね、若菜のことランキング読むの遅いって。もう怒らんと言ってください、ほんまに。もう怒らんと言ってください、もう怒らんと言ってくださいね。ポンさん、ポンちゃんやな、ポンちゃんやろ、ポンちゃん可愛い名前やな、ほんま。ありがとうございます。もうめっちゃ完全に覚えてるから、わかんない。ポンちゃん可愛いね、アバターもひよこやしね、可愛い、いつもありがとう、わかんのこと好きやもんな、名前可愛いな。やんな、ポンちゃんです。うん、大丈夫で、ありがとうございます。恋です。4位、あのさんちゃんさん上がってきました。ガチ恋やもんな。ありがとうございます。はい、3位、 TMMTTBs、 TMMTTBs、 あはは、今日は英語にしたんですか、ともさん。ともまたたびずー、またたびずー、ちょっとあれやな、なんか今日はちょっとなんか英語ちょっとかっこいい系にしたんですか。何、すごい、ちょっと一心読まれんくて焦った。ともさん、あ、ちょっとダサかった今のビル。公演来てくださってましたよね、絶対来てくださってました、3クール目の。わかる、気づきましたよ、ほんまに。あの結構わかりました、え、ですよね、ちゃう、待ってますよね。ありがとうございました、嬉しかった。
これからもよろしくお願いします。公演当たってよかった、ありがとう。うん、あっ、2位に松さんが上がってきました。松さんごめんなさい、ランキングも遅くて。結局式はどうなんでしょうか、気になるな。うん、気になるな。松さんありがとうございます。1位、生麦生米、ちょっとな、あーさっき言ってた、ちょっとさっき暗記します。いきます、生麦生米生卵さん、1位です。すごい、ありがとうございます。ちょっとリベンジさせてください。生麦生米生卵、めっちゃ笑うやん、わから真剣やのにひどい。生麦、いや、いや、ちょ、もう一回だけ言っとくかな、いきます、生麦生米生卵、言えた。はい、末広さん、ちょっと意地悪でしたね、ありがとうございます。いつも1位です。ランキング以上です。セーフ。あ、ほにゃららのファンとか覚えてるの怖い、怖い、覚えちゃうんですよ、そういうこと。すみません、なんか覚えないようにした方がいいですか、怖い。なんかすいません、怖い。なんか覚えちゃうんですよ、そういうの。だって言ってくるもん、覚えちゃうねん。あ、かわいいポムポムプリンのアバター、めっちゃ癒されたからまた来ます、また来てね。あ、大輝さん、あ、わかりましたよ、モバメちゃんとあのニックネーム入ってました、グッジョブです、大丈夫ですよ。あ、モバメさっき登録したから初モバメ楽しみにしてる、よかった。絶対大輝を届くように早めに送るからね、待っててね。うん、いや、みんな、うん、あ、ほんま大丈夫、くしゃみしていい、ちょっとくしゃみですけど。55分か、そろそろ終わりましょうね。毎日のモバメホッとする時間です、ほんま、よかった。裏丸さん可愛いもんね、アバター。うん、寒い、今日もお疲れ様でした、ありがとうございました。うん、ありがとうございました、また来てね、ももかわしの方ね。いらんこと言うなって、すいません、怒らないでください。大丈夫、あのみんなに内緒にするから大丈夫で、誰にも言わんか、大丈夫。うん、おやすみな、おやすみな、あ、練習ファイトだにゃん、ありがとう、頑張るわ、ありがとう。あの、そう、皆さん無理はしたらダメですよ、それだけです。わかんなから言えることはなんかね、ただただね、ほんまに無理したあかん、ほんまにも、あー、なんかちょっと体疲れちゃってんのかなって思うときはコンビニでレモンの炭酸のやつ買って飲んでください、結構いいスッキリするからね、あれ。わかんない、もう今日飲んだから、あれいいよ、
あのレモンの炭酸のシュワシュワのやつ、皆さんお疲れ様でした。うん、大好きだよ。またね、若菜も好きやで。切ります。おやすみの、あ、もう一回言いますね。ファン投票2位です。2位、あの、ありがとうございました。次こそ1位、次は1位に、うん、取り返したいです。わ。私もできることするので一緒に頑張りましょう。また公演したい。お疲れ様です、皆さん。おやすみな。バイバーイ。